はいどうもトントンとこれしまろはいスカイブロックって言われてよっしゃあのいつもじゃないわ全然いつもやってないあの、はい、ツアーをあの前回行ったんですけど、はい今回ですね、はい、あのツアーの動画を見ていただきまして、はい、あの新たな参加者が、ツアー参加者が増えましたというわけでご紹介しましょうどうぞお二人来てくださいどうぞイエーイどうもどうもイエーイじゃ あの僕たちの横に並んでもらって自己紹介してもらっていいですかそうだねじゃ あの青い方からお願いしますもうちょっとマインクラフトを愛し、うん、マインクラフトに愛された男あどうも あどうもうつ先生はいうつ先生ですうつ先生うつ先生えー次緑のあ、私はあのその辺にいるクリーパーです。どうもゾムです。よろしくお願いします。ゾムゾム先生。イエーイゾム先生。というわけでね、今回も、今回はですね、今回からこの4人で、ツアーやっていきたいと思います。はい。あのさらっと。というわけで、おちょ待て、お前危なかった。今俺がコーラ開けようとしてる。あれはお前危ねえなマジで。コーラ。というわけで、こっからは一人称にまずは切り替えさせてもらいまして。はい。はい、じゃあ、そうだね。まあ、前回この商店街、まあ、ね、いろいろとご紹介させてもらったと思うんですけど、はい、次、小根島さん、どこへ行ってみたいですか？そうですね。まあでも今回ね、僕らのツアーを見てね、こう参加したいっていう方がね、2人も増えたんでね、ちょっと彼らに決めてもらいましょうよ。あ、いいですね。じゃあ、というわけで、じゃあ今回は青いの、おい、そこの青いの。俺かどうしたんすか？どこ行きたいんじゃい？行き先決めていいの？いいよ決めろよオラオラ。あのここから見える中で、こう行きたいなと思う島があったら。あの行き先ね決めたらね優秀なねガイドインゾムじゃねえわトントンがね案内してくれるから。楽しい。何ですか？ここからまっすぐ正面見てくれ。はい。とっても可愛い柔らか豆腐みたいなやつがいるな。そうですね。ああ笑顔の。彼か。なるほど。あれ行きたいと。笑顔の素敵な彼の元に行こう。わかりました。じゃあ。あちらへ早速行きたいと思います。よっしゃ行こう。シマ多分前回やったかもしれへんけど黄金水とかあんで。え嘘。黄金水までやってないな。どれや。なんかスピリタスの右上。あほんまや。黄金水。黄金に輝く果実を幼き者から分泌される黄金水とブレンドしたポーション中毒性が強い。ちょっと待って幼き者ってやばない。待ってそんな話俺も聞かせてくれや。じゃあ分かった大先生もう一回言うからな。黄金に輝く果実を幼き者から分泌される黄金水とブレンドしたポーション中毒性が強い。いやこれは中毒になりますわ。中毒になりますわ。ねこれは。これはひどい。やっぱ時代はありますって。ショタとロリですわ。いいですか。俺の松明あと4本だ。いいぜ。そうだ。あのやめてあげて。トムさん。ちょっと待って。バカ野郎お前。なんてことしてくれんのお前落ちたかと思ってんけど普通にできれば作業終わってからやって危ねえめっちゃ雪あっけな久しぶりにあんだけビビってるシンマ見たわだって普通に絶対落ちた今と思ったもんはいというわけで、はい、準備の方が整いましたどうもどうもチスチスチスどうもチス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 はい、というわけでですね、はい、まあ、不良の事故もなく、そうだね、死ぬこともなくて、ちょっとまあ、作業してる間に、皆さん、お腹も減ったとございますので、減りました！そうですね、はい、減りましたね。スカイブロック名物のこちら、こちらを。まさか、例のあれですか？ガソリン？はい。俺だよ。俺は車な。おーい！ガソリンだ！いや、お前ら。みんなで飲みましょう。分かってる、これめっちゃうまいから、飲んでみて。な飲んでみてめっちゃうまいほんまにほんまにほんまにじゃあ皆さん乾杯乾杯乾杯ぐぐぐぐぐうぅぅええ味やでどうした二人とも無言やなどうした二人ともうまいやろあいいだいぶ制度や85年前のあの時の気分思い出せやろ85年前俺は車やったんかな前世車で、二人ともなんかあれ、思ってたより地味やったな、うん、あ、そうやめて、そういうリアルな感想やめてもっとなんか、こんのかなと思った
あ、そう？うま、え、うま、でも味の方良かったでしょ。味、味はまあまあ良かったよ。あ、でしょ？お腹もいっぱいになれたし。でしょ？ごめんね、俺周りちょろついてるチェストも気になって気になって違うのに。まあまあまあ、じゃあというわけで、お腹を満たしたところで、はい、早速あの大先生ご所望のあちらの島へ。あ、日光島ね。あ、そうっすね。そうやな。あっち。表金日光島へ行くんやな。よし、行こう。無駄に積み立てたこの羊毛ロードを通っていただいて。あ、いいね。いいね。ああ、今回もね、ちゃんとね、手すりと手すりっぽいっていうか柵がついてていいね。はい、こちらでございます、うん、皆様。あの、どっかの誰かがね、あの、落ちるのでよく。あるある僕ですね。はい。いやいや。それ大親切設計やで。皆さん、ついてきてごらんますか。あ、大丈夫ですね。あおい、なんで今足も崩したお前。なんもしてないっすよ。今ちょっと日々割れたよね、この羊毛がね。羊毛日々割れることあるよ。どうぞ、こちらが入り口になります。皆さんどうぞどうぞ入ってください。よっしゃ、行くぜ。入ってください。この部屋はなんだ。どうぞ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 入ってください。ん、ちょっと待って。どうぞどうぞ入ってください。なんか上から、上がボコボコいってんねんけど、なにこれ。これ、ポタポタやな。これは雨漏れしてるで、ここ。じゃあ皆さん、僕あの入り口の方にあのちょっと回ってるんで。え、な、どん、ど、な、これだけでいいんですか、このチェスト。絶対怪しい、これ。これダイヤブロック取らな、開けられへんよな。そうそうそう、そうやね。取っていいの。ツルハシあんの。ない。てか、お前持ってないわ、俺ツルハシ。いや、これ、鉄のツルハシじゃないと取れないですよ、先輩。あ、そうか、しかも鉄か。そうか。いやいやすごいいい、あ、いい絵だね。さっぱりしたいい感じの空間でございましょう。そうやな、うん、じゃ、この下に何かあるとか、もしかして。うん、あ、どうぞどうぞ、めくってみてください。こちら、こちら。あかん、これはどうにもならん。これ上ボコボコなってる、気になるな。あ、なるほどね。どっかに何かあるかも。わ、情けやな。おら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 、情けやな。え、じゃあこれ、鉄のツルハシなんか誰も持ってないんじゃん。持ってないね。ない。ちなみにあの、無理やりこじ開ける方法あるんですよ。あ、そうなの。どうするんですか。これぶん殴ればいいんですよ。しばくか。いや、そっちじゃねえ、下や。あ、チェストをね。なるほどね。あ、ほんまや。じゃあ殴るか、3人一緒に。あ、なんだ。あ、ちくしょう、いかー、逃げ損れた。くそ、いけ、しまった。あ、やばい。なになになに、やー。え、なに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 、いたよ。え、なになに、え、あー、虚空を、なにこれ、タユタウメ。え、これでタユタウメって読むの。くそ、逃げ損れた。あ、入り口で待っとくって、そういうことやったんかいな。こいつ知ってやがったな。お、あいつ殺すぞ。お、俺は。ちなみにもう一回行ってみましょうか。アイテムもったいない、アイテムもったいない。そうやな、アイテムもったいない。何も持たんでいいよ、何も持たんでいいよ。剣とかが、俺の羊毛が。あー、もうあれでしまってもうたか。しまってるな。ちなみに中では多分大事故が。もっとか、なんか、ちょっと待って、このさ、ニコニコが起これば想像もできるほどの悪夢やったな。ガチトラップやん。いや、お前やで。てるるてててて、てるるてててて、てるてててててて。あ、岩盤しかないから、中取られへんよな。いや、あの、ぶち抜いたらね、岩盤ぶち抜くっていう、あ、じゃあの、黒曜月ぶち抜くっていうあれがあるもん。ああ、地味に、地味に。あー、あー、マグマ。トットさん、トットさん、上やばいですよ。いや、大丈夫大丈夫、俺はあの、いける、いけるから大丈夫だ。いけるって信じてる。うん、俺いけるって信じてる。よし、あれ、ゾムが、ちょっと待って、ゾムが今華麗に落ちてった。普通に落ちた。普通に落ちた。今俺たちだけじゃどうしようもできんぞ。そうだな、大先生。あと任せた。頑張ってくれ。これ4だと超えるんじゃん。超えるよ。ほんまや。大先生、ここにいても危険だ。炎症する、炎症する。炎症しよう。いた。チンマ、何チョコレートなんだこれ。顔遠目から見てや。もうぐちゃぐちゃやん。もうなんかもうなんかあの頭出血してる人みたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、これこのままだと羊毛ロードに。そうやな、炎症するな。あの昔の火消し方法を使おう。あ、切り離し。あ、なるほどね。炎症を避けるために、ね、昔の火消しの技を使おう。せえ。あ、そうだ。なんでや
アイテムが欲しかった。好きなんすね。おお。大先生。あー、大先生。やるやるさ、帰ろ帰ろ。せやな、帰ろ帰ろ。帰ろ帰ろ帰ろ。次行こうぜ、次。せやな。でも、まあ、一つ言いたいことはあれやね。うん、あの、スケルトンの弓はどっから出てくるか分からへんから、みんな気をつけた方がいいで。うん、今のも、シンバ NG だみたいし。おめえだよ。はい、というわけで、まあ、ちょっと一回宿の方戻りましょうか。そうやな、そうやな。どうでした、大先生。そうや、どうやって、大先生。なんて地獄でした。地獄やった。やっぱ、かわいさに釣られたらあかんっていうのは、まあ、ゲームでも実際でも同じっていうことや。あー、かわいい顔の裏にはあんな地獄が待ってたってことね。そうや、かわいい女にはトゲがある。なるほど、はい、女やったん、あれ。まあ、というわけで、今日の、ツアーはね、ここまでにさせていただきまして、はい。はい、まあ、次回は、はい。この、緑の方のね、ゾムさんと、はい、ね、指名した島にみんなで行きたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いしますと。じゃあそれでは皆さん一列に並んでいただいてね、あの最後、見ていただいている方に最後あのお別れを告げていきましょう。ご挨拶や。出す出す出す。あの、あ、そっち、そこの、あ、こっちか、こっちか、どっちでもいいで。じゃあ、ね、あの安らかなバッグを背景に、皆様では、さようならというわけで、さようなら。では皆さん、さようなら。